経団連によりますと18業種157社の大企業に勤める従業員の冬のボーナスの平均額は84万8405円でしたこれは1959年に統計を取り始めて以来5番目に高い金額ですまた伸び率は5.26%で1990年以来24年ぶりの高さとなりました18業種中 15業種で増加していて、経団連は企業業績の回復が多くの業種に及んできたと分析しています。また、製造業がプラス6.16%なのに対し、非製造業はプラス1.65%にとどまっていて、製造業の方が回復の度合いが強いとしています。金額で見ると、最も高い業種は自動車で、 95万8580円でした。